がですね、まさにこれ菅官房長官が珍しく本質をつく、ズバリ講演で発言したんですけど、これは東京問題だと、で東京がまさに、新たな感染を広げる震源地のような、場所になっていると。で東京で、はっきり言えば都知事選中の甘い対応がですね、今の事態を招いたと。で菅さんが言う東京問題っていうのは、言い換えれば小池百合子都知事問題でもあると。菅さんがそういうことを言うっていうのは、隙間風が吹いているということでしょうか。あ、2人が仲が悪いのは有名なんですね。あ、そうなんですか。でそうなのか。菅さんの発言に、小池さんが逆切れしてですね、そんな中で GoTo キャンペーンをやるのはいかがなものかと、暖房と冷房を同時に効かすようなもんじゃないかという批判をして、これは吉村知事との見直し論とこうタイアップして共鳴するような形で、あと山形県の吉村知事とか、青森県のむつ市長もこれは人災だとになりかねないという発言とこう相まってですね、で非常に小池さんが株が上がる、株が上がるというか、でこれは非常にうまいというか、自分の責任棚に上げてですね。そうだね。でここで思い出してほしいのは、なんで東京アラートが赤く点滅しないのかと。あれは何だったんですか。あれはもう要はもうはっきり言って吉村知事のパクリでですね、大阪モデルで通天閣を赤くしたり青したりしたり、で緑になって、今また黄色に戻ってるんですが、あれが大阪モデルということで、吉村知事の株が上がる一因になったというのを見るや、小池さんはパクってですね、レインボーブリッジと都庁を赤く照らす東京アラートを始めたと。でその時始めた頃はですね、数値目標こういう基準になったら、どうつけるつけないというのを決めてたんですが、そうですよね。で選挙中に感染者が増えてきて、またつけるのかと思ったら数値目標をなくしちゃってですね、基準を変えてもう東京アラートが赤く再点滅するのをやめちゃったんですよ。で、コロナ第1波はこう収束して、外出自粛要請で休業要請レベルもちょっと一段階緩めてですね、でも大丈夫ですよと。でもそういうのってよ、 OK なのかな。例えばね、この間の小池さん その発表とかそういうのを見ていてすごくおかしいなって思うのは、感染が拡大していますとか、今日はこんなですから皆さんご協力くださいってすごく言うけど、ご協力じゃなくて東京都としてはじゃあどうしようとしてるのかっていう発表がね、ないですよね。例えば新宿だったらその夜の街が行けないからって、だからどうしろって言うんだっていうのもあるし、その辺どうなんですか。例えば今問題になってきているのは入院っていうのかしら、陽性の人たちが随分増えてきているんだけれども、これを隔離するっていうか入っていただくホテルがもういっぱいになりそうになってるとかっていうのは、例えば東京新聞がこしょっとこうニュースに流してるけど、そういうことについての発表がきちんとないですよね。でそれを象徴するのが、再選した直後の、記者会見だったんですが、都民 あのちょうど感染者が100人、4日間連続で続いてた時で、NHK の記者がその辺を質問したんですが、その答えが、都民の皆様方の行動が今の結果を もたらしていますと、2週間前の都民の皆様の対応が今現れていますと、みんな都民のせいに努力目標努力不足だと言わんばかりで、自分が東京アラートもつけずに警戒を十分してもらえるような対策をせずにですね、で夜の街についても、休業補償とかもっと徹底した検査とか、やるべきだったのに、行政知事 あの都政のトップとしての責任を十分果たさないで、それを反省も謝罪もせずですね、都民の努力に、全部すり替えてしまったと、そういう姿勢が今の事態を招いていると。なんか私たちの努力、私も都民ですけど、私たちに努力を求めるんだったら、私たちは希望しているのはもっと拡大した PCR の検査だし、なんていうのかしら、普
通の医療をどういうふうに受けられるのかっていうことをどうやって保障していくのかという説明だし、なんていうのかな、なんか人に求めるより、あの橋本徹さんはなぜか2日でスピード検査を受けられましたけどまあ西村大臣もそれぐらいのスピード感だったんですが、それが都民の全員がそういう体制になっていれば、感染拡大も防止できるし、経路もすぐ終えると思うんですが、そういう体制には残念ながらなってないと。それをいかに充実させるとかですね、で夜の店対応で言えば、これは大阪府が呼びかけて始めてるんですが、お客さんがでメール登録して、そのお店で感染者が出たらすぐ連絡行くようにするとかですね、プライバシーを保護しながらすぐ感染者が終えるようなシステム作り、対応策作りを やってない、十分にやってないんじゃないけど、それをやってればこんなに感染者が広がることはない、なかったんじゃないかと、あのそうですね、あの小玉先生の受け売りをここでしているんですが、なんで不走者、不走者といえば新しい